然まあ近いっていうこともすごく魅力に感じてる方も多いかな。あの海も山もね近いので距離が、人のまああのつながりとか関係がまあこう深いというか近いというか、まあそういったところの中にこう生活環境があるっていうところは、あの個人的にはすごく魅力的なところかなと。人を好きになってで、その人たちを温かくこう受け入れるっていう、もうその心の部分っていうかね、それが本当にあの南三陸は誰が教えたわけでもなくって、あのそういう人が多くて、本気なんだったら本気だったら手伝うよって言ってくれる人が多いので、そうですね、確かにね、もうきつい言葉かもしれないけど、それを裏返したら町の人みんな優しい人たちが多いので、やるんだったら本当に応援してくれるし全力で。自分も小さい子供いるんですけれども、こう歩いてると子供にもこういろんな人を声かけてくれたりするっていうところ、なかなか多分都会だと思ってそういうことって多分普通ないと思うんですけど、そういったところは具体的なところかなと思います。なんだろう、潰さないというか、自分たちは経験上それは一回ダメだったけど、あなた方がやるんだったらそれは成功するかも、成功するようになんかその助けが必要なんだったら応援するよっていう全面応援団になってくれるよねっていうのはすごく感じてます。なんかファンミーティングみたいな感じに捉えてるわけで、そういう機会をあのプランニングしてあの出そうという取り組みっていうのは、本当にこの地域をあの知る見るだけじゃなくて関わるっていう意味ではすごくあの魅力ある取り組みだと。南三陸の食材、そっちの食材を使った、シェフが、練り練った料理を提供しましたので、本当に料理もワインも美味しいという食材をたくさんいただいたので、あの雨ではあったんですけども、非常に満足度の高い魅力になったのではないかと思っています。南三陸の岩部栽培しているシャルドネを使った南三陸シャルドネは2022年、去年収穫したものです。まあ、シャルドネって、まあ、すっきりとした海産物のタイプと、ちょっとこう、樽を効かせたような味が濃いようなタイプがあるんですけども、2022年の方は樽を使ったものなので、生の魚とかっていうよりは、白身魚のムニエルとか、この地域で南三陸といえば、これから冬になるとカンダラが美味しいです。で、南三陸のワイナリーでもカンダラのフリカッセというメニューを提供したり、あるいはカンダラのムニエルでもいいんですけど、そういった白身魚のムニエルなんかには非常に相性がいいので、ぜひ一緒に飲んでいただければと思っています。はい、南三陸ワイナリーはですね、南三陸の海山里の食材と合うワイン作りをしています。で、まあ、ワインの美味しさというかですね、楽しさというのは本当に食材と一緒に合わせて食材の味わいも引き立ちますし、ワイン自体もさらにいろんな味わいを感じられる、まあ、口の中でまた新しい料理を感じられるというところが特徴なので、ぜひあの南三陸に季節を通していろんな食材が楽しめる町ですので、まあ、その食材と一緒にワインを一緒に楽しんでいただければ、南三陸の季節を感じられるような味わいを感じていただけると思いますので、ぜひ南三陸まで。南三陸町は震災の若い人が移住してきたりして、いろんなチャレンジもしています。地域も受け皿として皆さんこう温かく迎え入れ、皆さんのチャレンジを後押ししたりしているエリアになっています。まあ、移住っていうとかなりこうハードルが高いので、まずは観光を来て町の魅力を知ってもらえるっていうのをきっかけになればいいかなと。もし機会は三陸町までお越しいただければと思います。本当に都会だったり地域だったり、いる場所には関係なく、本当にその皆さんの、魅力だったり、力が発揮できる場所って必ずどこかにあると思います。それに気づくきっかけが南三陸っていうフィールドだったらすごい嬉しく思います。ぜひそういう気持ちで一度南三陸に遊びに来ていただけたら嬉しいです。南三陸町はやりたいことを応援してくれる町です。ぜひ
気になったらいつでもお問い合わせください。お待ちしてます。待ってます。